くず川川口近く越前海岸に位置する福井臨海工業地帯2007年8月18日撮影区に見だけより見える福井臨海工業地帯福井臨海工業地帯は福井県が関連団体の福井県企業公社と一体となってくず川川口南側の日本海沿岸三里浜において福井港を中心とし建設誘致を進めている工業団地 1989年1月よりテクノポート福井の愛称を用いている。県内産業構造の高度化と県民福祉の向上を目的として1972年7月から造成が開始され、2014年現在進出企業は62社を数える。1994年にはフットボール専用球技場を含むテクノポート福井総合公園が建設された。 また、2005年に、福井港において、海外と直接の出入り港が可能となった。福井臨海工業用地等を造成事業の概要。福井県。2014年2月8日閲覧。福井県企業立地ガイド進出企業検索結果。工業団地、テクノポート福井で検索。福井県。2014年2月8日閲覧。ABCD 交通アクセスについて、 テクノポート、福井総合公園公式サイト2013年4月2日、閲覧、テクノポート号、越前鉄道、2013年4月2日閲覧、警官タクシー、ありがとうございます。